解説マクロ GX& ゲームセクト GX。 今回は許可拡張パックジンライスパークよりポケモン GX を2匹紹介していきます。はい、まずはこちらマグカルゴ GX。 非常に強力な炎タイプのポケモンです。許可拡張パックチャンピオンロードにも登場したマグカルゴ、それとは別のマグカルゴ GX と。チャンピオンロードのマグカルゴはですね、山札に好きなカード1枚一番上に置くという効果でしたけれども、このマグカルゴ GX はそこで置いたカードをさらにクラッシュチャージによって、山札の上から1枚ドラッシュして、そのカードが基本エネルギーなら自分のポケモンにつけるというところで、マグカルゴの特性で炎エネルギーを置いて、それをトラッシュし、さらにクラッシュチャージでポケモンにつけるっていう風に、マグカルゴとマグカルゴ GX 両方を使うことによってエネルギーを加速させるコンボができると。1進化でね、エネルギー1個つけられるコンボができるのは非常に強いなと思います。炎はね、このマグカルゴ GX 以外にもね、鍛冶屋だったり火器だったり非常に強力な炎エネルギーをつけるカードがたくさんありますので、かなり炎デッキはね、強いんじゃないかなと思いますね。そして今回の主役、こちら、ゲノセクト GX です。はい、ゲノセクト GX 特製ダブルカセット。このポケモンはポケモン道具が2枚までつけられると。つまり、このゲノセクト GX はですね、こだわり鉢巻き2枚つけてもいいし、鋼鉄のフライパン2枚つけてもいいし、願いのバトン2枚つけてもいいし、闘魂のマッシュ2枚つけても OK、 軽石をつけても OK、 いろんなカードをしかも組み合わせられると。でこれによって例えばね、ダメージプラス60っていう風にもできるかもしれませんし、 HP プラス80とか、受けるダメージマイナス60とか、あるいは願いのバトンをつけながらこだわり鉢巻きをつけるとか、相手に合わせてね、このゲノセクト GX をカスタマイズできると。この特性をね、最大限生かすためにマギ穴を入れるといいでしょう。特性着せ替えによって自分のね、ポケモンについているポケモン道具をね、戻せますので、それを使っていろいろね、付け替えてあげると、強いんじゃないかなと思います。で、技が炸裂弾、130ダメージとね、まあエネルギー3つで130って、まあまあ普通の技かなと思いますけれども、このダブルカセットがあれば、こだわり鉢巻き2枚つけて190ダメージ強いですね。さらに鋼タイプの場合はダダリンがあると、特性によって鋼タイプのポケモンの技のダメージプラス10ですので、ダダリンが2匹いれば炸裂弾こだわり鉢巻き ×2 でなんと210ダメージ、ゾロアク GX も倒せると。鋼鉄のフライパンやね、願いのバトンで防御に寄せてもいいし、こだわり鉢巻きガンガン入れて攻撃に寄せていっても OK と。ちょっとね、ダメージが足りないかなって時はこちらの下マスターブレイクバスター GX、 抵抗力計算せず190ダメージなんで、こだわり鉢巻きとかね、込みで考えたら大体のポケモンを倒せる技かなと思います。鋼タイプの場合は磁場コイルプラス天眼山がおすすめです。エネルギーたくさんつけられますので、このね、エネルギー3つ必要っていう状況もね、結構簡単に突破できるかなと思います。鋼タイプの種ポケモンといえばね、ネクロズマ、多層ガーレの手紙 GX が出てきますけれども、こちらはね、ダメージが大きい代わりにトラッシュ拡散する。ゲノセクトの場合はね、トラッシュというデメリットがなく技が使えると。さらにダブルカセットが使えてカスタマイズできるっていう違いがありますんでね、ぜひね、両方使い分けながら戦ってあげるといいかなと思います。最後に、メタモンプリズムスターをおまけで解説しましょう。はい、メタモンプリズムスターはなんと何でも進化、このポケモンを自分の番に一致進化ポケモンを手札から出して、このポケモンに重ねて進化できると。非常に強力な特性を持ってますね。今後ね、進化デッキにはね、ぜひ1枚入れたいカードかなと。この段で絶対に手に入れてほしいカードかなと思います。例えばね、マグカルゴ GX のように、マグカルゴ、マグカルゴ GX と進化先が2つある場合はね、マグマグ4枚ってちょっとね、若干少ないという時に、プラスメタモンプリズムスターが入ると、実質マグマグがね、5枚目になりますので、2種類を多く入れやすくなりますと。だいぶね、進化しやすくなるんでね、1進化がメインのデッキに対しても非常におすすめかなと思います。はい、というわけで今回は以上です。ジンライスパーク、皆さんお楽しみに。